なりませんぞ。それ以上フォルスを使えば。ユージーン・ガラルドだ。ベイグ・リュンムベル、お前を迎えに来た。何者だ？なぜ俺の名前を知っている？心配しなくていいよ。僕たちは仲間さ。こっちへ来て話を聞いてくれないかな。話すことなど何もない。帰れ。そうかな。僕たちなら君の力になれると思うんだけど。お前に何ができる？何も知らないくせに。僕は君以上に君のことを知ってる。君の疑問の答えを知っている。ふざけるな。何が答えだ？話をしようよ、ベイグ。君が来ないなら僕がそっちへ行くからさ。フォルスの制御はできるようだな。想像以上だね。俺に構うな。次は加減しない。ああ言ってるんですけど。手荒な真似はしたくなかったが仕方あるまい。みたいだね。で、条件は？フォルスなし。目標を傷つけずに60秒だ。厳しいな。できないのか？できないと思う？質問に質問で返すのは感心せんな。何を話している？さっさと帰。やめるなら今のうちだよ、ベイグ。避けるな。はっ、いくよ。
油断しちゃったよ。もうやだ。俺の氷とお前の炎、同じなのか。この力は一体。お前のその力はフォルスという。使い方を誤らなければ、この先お前にとって大きな助けとなる。フォルス。そう、フォルス。これがそのフォルスの具現化したもの、フォルスキューブさ。僕たちは旅をしている。僕や君のような能力、フォルスを持った仲間を探すために、僕たちの世界を救うために。全てはフォルスによって起こったことなんだよ。フォルスは生命と精神のパワーが生み出す特殊能力のことだ。フォルスはもともと俺のようなガジュマにしか発言しないものだった。だったらなぜ俺やそいつのようなヒューマにそんな力が。ある時からヒューマの中にもフォルス能力者が現れるようになったんだよ。今ではガジュマやヒューマという種族の区別なく、いろいろな種類のフォルスを持った能力者がいるんだ。君のフォルスは氷。氷のフォルス。君は氷を自在に操ることができるでしょ。今はな。だがクレアの氷だけはどうすることもできない。それは君のフォルスが暴走した時の氷だからだよ。心の力であるフォルスは、持つ者の心が不安定だと過度に反応し制御できなくなる。君の力の覚醒は突然のことだった。準備ができていなかった君の心は力を制御できずに、彼女を。それがフォルスの暴走なんだ。この氷は今のお前の能力では消すことは不可能だ。どうすればクレア。ここは僕に任せて、ベイグ。君が氷なら僕は炎。氷を溶かすには炎を近づければいい。フォルスの炎よ、氷の眠りから彼女を解き放て。今だよベイグ、氷を砕いて。クレア。クレア、生きているのか。ベイグ。クレア、どこも痛くないか。気分は。私。クレア、クレア、震えているのか。ううん、違うの、ベイグ。ここは少し寒いわ。太陽に当たりたいな。クレア。クレア、すまなかった。何があったの？一体何が？覚えていないのか。ベイグの体から出てきた青い光に包まれて、それから
私。君はずっと氷の中に閉じ込められていたんだよ。あなたたちは？こいつがお前を助けるのを手伝ってくれた。はじめまして、僕はマオ。こっちはユージーン・ガラルドだ。ベイグのフォルスが暴走し、君はそれに巻き込まれた。そして一年経った今、ベイグはようやく君を救い出した。クレア、本当にすまなかった。君を氷の中に閉じ込めたのはベイグの意思じゃないよ。何度も君を助けようとしたはずさ。そうでしょ、ベイグ。ベイグ、そんなに手を傷だらけにして私を助け出すために。だが俺にはどうすることもできなかった。できたのはクレアを見守ることだけだった。クレア、俺はこれからお前にどうしてやれば。あ、ベイグ、私家に帰らなきゃ。お父さんやお母さんも心配しているだろうし、安心させてあげたいの。ベイグ、助けてくれてありがとう。私はこの通り元気だから。あの、よかったらお二人も私の家で休んでいてください。大したおもてなしはできませんけど、お食事の用意をして待っています。いい子だな。さてと、ごちそうになりに行こっかな。フォルス使ったからお腹ペコペコだよ。魔王、わかってるってば。ベイグ、君に話があるんだよ。僕たちはそのために君に会いに来たんだからさ。ここで聞く。できれば落ち着いたところで話がしたい。あれは氷のバイラス、フローズドクローだよ。こっちへ来るぞ。来た。かな。はっ、せっ、せっ、はい、はい、せっ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 、はい、はい、せっ、はい、はい、せっ、はい、それ。しゃべっている暇があるのか。はい、はい、はい、せっ、で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 。勝負の二度目はない。どうして村の中にまでバイラスが。バイラスは自然界にあるものが怪物に姿を変えたものだ。どこにでも現れる可能性はある。あることがきっかけで世界中で能力者もバイラスも数が増えてるんだ。フォルスの発言、バイラスの増加、一体何が起きているんだ。マオ、お前は世界を救うためと言ったな。それは。ごめん、僕限界みたいなんですけど。話は長くなる。その前に魔王に飯を食わせてやってくれないか。わかった、こっちだ。クレアのこと感謝する。
何を嬉しそうにやっているんだ。戦った相手やバイラスのことをバトルブックに書いてるんだ。どうしてそんなことを。思い出作りさ。Thank you.